6月16日、伊予鉄高島屋で川原ビューティーモード専門学校が主催するインスタグラムセミナーが開かれました。これは写真共有アプリインスタグラムの活用術を美容系の専門学生らに教える公開授業で、この日は専門学校の学生や高校生などおよそ130人が参加しました。講師は松山市内にある美容室ツイギーディレクターの水野敏郎さんです。水野さんはヘアアレンジの動画を毎日のようにインスタグラムへ投稿しており、そのフォロワー数は24万を超える美容業界の有名人です。授業では水野さんによるヘアアレンジの実演や、大阪を拠点に活動するモデルで SNS クリエイターの伊藤理香さんのトークが行われたほか、インスタグラム用の動画をどのように撮影しているのかなど講義が行われました。卒業生の、生のお話の中で、それまでですとその対面で集めてきてたカットモデルをですね、 SNS を通じて集めてるっていうふうに聞いてまして、カットモデルの確保と、それからあと集客にこういう武器を使わないといけないんじゃないかなっていうふうに思ってたんですね。それで水野敏郎さんに、出会った。でやっぱり実際の現場でもそうなんだっていうことを確信しましたので、一刻も早く美容学校の在籍中にそういったことに触れておいて卒業して、現場に出ていく方が絶対に有利だろうっていうふうに考えたのが、そもそもの動機ですね。美容業界っていうのは過当競争になってきてますから、そんな中でうちの卒業生たちが自らの力でお客様を獲得し続けていくことができれば、送り出した我々としても本望だなと思います。普段インスタグラムで、投稿している写真が自分ではなんか違うなって感じた部分が、その理由が少し分かった気がします。教えていただいたソーダっていうアプリを取り入れてどんどん投稿していきたいと思います。インスタグラムやってて、実際に水野さんとかの投稿も普段見たりします。すごいためになることばっかりで、明日から使ってみようと思いました。僕もその来年からそのやっぱプロの現場で立つ身なんで、そのやっぱこれからどういうふうに SNS 上げていくかっていうのが分かったので、今日学んだことを生かして、その自分がプロになった時にどういう投稿をしていくかっていうのがやっていこうと思います。学生らは現場で活躍している美容師によるライブ感あふれる授業の様子をスマホで撮影しながら熱心に受講していました。